夏といえば花火でございますわね。おうち花火でございます。ふなぴーは一番最後にやる線香花火を10本ぐらいまとめて楽しむのが大好きでございました。パチ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 って言った感じでね。はい。ふなぴーです。こんにちは。こんばんは。リスナーの皆様、YouTuber の皆様、お元気ですか？ふなぴーも元気ですよって言った感じでやっていきますね。はい、今日もふなぴー、島パトに行ってまいりました。はい、今回はオンでもオフでも使えるクロッシービズの秋にも使えるお値下げ品をゲットしてまいりました。それが、はい、さっそうとお出ましでございますわよ。防体パックブラウスでございます。商品情報はこちらでね。そしてこちらサイズは 3L でございます。お色はうなぴーの大好きなネイビーとなっております。ちょっとこうきちんと感がございますわね。そしてそして気になるお値下げされた金額はっていうと、税込み2189円のところ、なんとなんと990円にお値下げされておりました。どうも、進化でございますね。はい、ちゃんとね、金のスピアボタンもついております。落とすことがねよくあるんでね、スピアボタンがあると助かります。はい、こちらポリエステル 100% の素材で、上品なツヤ感のあるネイビーカラーで、透け感は全く心配ございません。防滞にゴールドのボタンと、防滞を止める共布のループで、防滞を通せばほどける心配がございません。これってちょっと地味に嬉しゅうございます。このように2本こう通してもいいですし、下から通してこんな風にね、ボタンループを隠してあげてもいいんじゃないですか。なんかちょっとね、この金のボタンがいいアクセントって言った感じでございますね。そして嬉しい機能付き満載でございます。ドライ機能、抗菌防臭、UV 対策、消臭マシンウォッシャブルで、シワになりにくく、お家でのお手入れも楽ちんでございます。オン・オフで着回せる優秀アイテムなんですね。そしてフナピーはインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。ではこちら防滞タックブラウスでコーディネートしてみたいと思います。トップスはアウトで着用し、ボトムスはワールドのアンタイトルのワイドパンツに黒のパンプスと、差し色には赤系のバッグを持ってみました。ネイビーとホワイトで清潔感のあるフナピー的オンコーデでございます。いかがでしょう。はい、そして今回購入した防滞タックブラウスでございますね。164センチのフナピーが今回は 3L を着用しております。全然ね、こう着られてる感はございませんね。はい、上品な防滞に滑らかな肌触りで、袖通しもよく、大人女子のフナピーにとってこの光沢も嬉しゅうございます。お肌がねちょっと艶やかに見えるんでございますわよ。
そして若干ではありますがストレッチ性もございます。若干ですけどね。そしてゆとりある身幅にとろみと落ち感のある生地でふなぴーの気になるラインを拾いにくいです。はい、こんな感じでね、ぽっこりお腹とかね、脇肉とかね、後ろもヨークの切り替えでゆとりあるサイズ感で、はいね、ふなぴーのこのあー美肉ちゃんたちも目立たないですね。よかったよかった。もうね、とってもね、軽い着心地でございます。肩には2つのタックが施されていて、肩周りがすっきり見えて、ふなぴーのほっこり見えがちな肩もすっきり見えます。この自然にね、できるこのドレープがね、またエレガントなんじゃないでしょうか。そしてゆとりある長袖でふなぴーの太い二の腕でも華奢見えいたします。こんな感じでね、ゆとりがございます。また袖口のカフスの内側はゴムになっていますので、さっと腕まくりもできちゃいます。はい、こんな感じでね、たゆませて抜け感を出すのもよろしゅうございますわね。見えない内側がゴムなので、外から見るとこんな感じでね、綺麗見えいたします。でもゴムだから機能性もあるんでございますわね。さすが島村のプライベートブランド、クロッシービズでございますね。本当に着心地よく着用できました。ロングルームだったらもうちょっとね、アウトでももうちょっとかっこよく着れるかな、ね、ロングルームね、ロングルームだったらこれね、グッと上がっていくからね。ちょっと腰周りがね、ちょっとブランジング、あ、でもできるかな、ブランジング、ちょっと腰周りがね、ちょっときついような気がいたします。 3L なんですけど。はい、次行ってみましょう。トップスはブランジングをして、帽帯はループが見えないように下から上にくぐらせて、こんな感じでね、つけてみました。そして履いてるボトムスはひなさんの線が花柄スカート、はい、フレアがとっても綺麗でございましょう。そして黒のパンプスと黒のバッグでコーデしてみました。女性らしい線が花柄でちょっとそこまでの綺麗めコーデにしてみました。女性らしい感じがいたしますわね。ブランジングするとき、後ろはなるべくね、後ろのこのゴムが見えないようにブランジングしております。では次行ってみましょう。トップスは前だけブランジングして、帽帯はこんな風にループにそのまま通して着用してみました。ボトムスは GU のデニムロングスカートに、履いてる靴はムムさんのチェーンローファーと、持ってるバッグは星玲奈さんの煽りハンドルバッグでコーデしてみました。トップスのネイビーとインディゴブルーのデニムと合わせて統一感を出した大人カジュアルコーデが仕上がりました。
ちょっとね、アウトで着用するとだらしなくなって見えてしまったので、と前だけブランジングしてみました。もちろんブランジングは今回はね、ゴムのベルトで調整でございます。はい、アウトにするとね、こんな感じになりますね。はい、次行ってみましょう。トップスは胴体をちょっとこんな感じでね、荒らしてブランディングして着用し、ボトムスはマコエクリのツイードワイドパンツに黒のパンプスと黒のこんな感じのねバッグを持ってコーデしてみました。ボトムスのこのグレンチェックの柄の中にちょっと分かりづらいんですけど、ネイビーが入ってるんですね。そのネイビーとトップスのネイビーをリンクさせてコーデしてみました。柄物の中に同じ色をリンクさせればバランスよく着用できます。はい、これでうなぴーのシマコト&コーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しいございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。はい、線香花火を10本ぐらいまとめて楽しむのが大好きなフナッピーでしたね。はい、自分の名前を忘れましたね。もう一回やりますかね。リスナーの皆さん、YouTuber の皆さん、その前にご挨拶でございますね。見た感じどう？ちゃんと綺麗に映ってるかしら。ね。綺麗に写してあげたい親心。トップスはこんな感じで胴体を垂らして着用し、もう一つ言うの忘れましたね、ブランジングしてるんですね。はい、もう一回。